を目指せ。初陣は夢と語る若き内村、同世代伊達政宗らの活躍を羨んだ。小田原征伐の王者華々しく初陣を飾り、夢を叶えるに至る。小田原参陣を迷う伊達政宗説得のため、前田慶次と共に奥州に向かった。そこで見たものは歳費に歪む政宗の素顔であった。危険なほど楽しくあった。